イル。カイル。カイロ。カイル。これは時空間の歪みが激しくなってる。歴史の修復作用ね。どういうことなんだい？神が消滅したことによって時の流れに関するあらゆる干渉が排除されつつあるんだ。エルレインが行った神の降臨も、バルバトスが企んだ英雄の殺害も、そして僕たちが今までしてきたことも、全てがなかったことになる。もちろんそれに連動して私たちの記憶も消える。今回の旅のことやお互いのことも忘れる。つまり初めから出会わなかったことになるのよ。私たちは全てはあるがままの姿に戻るってわけか。それでも絆は消えない。みんなと一緒に旅して結ばれたこの絆が消えるなんてこと絶対にない。俺はそう信じる。非科学的ね。でもそういうの悪くないかも。結局人の思いを形にするのが科学の力なのかもしれないし。あ、これはこれで新しい研究テーマになりそうな予感。あらら、どうやら私が最初みたいね。ハロルド、ありがとね。面白い体験させてくれて。あんたたちみたいなのが未来にいるって分かっただけでもラッキーだったわ、ほんと。じゃあね、さよなら。次は私みたいだね。ナナリ、情けない顔すんじゃないの。そんなんじゃ孤児院の子たちに笑われるよ。あんたお兄ちゃんなんだろ。みんなのお手本になれるように頑張りなよ。誰かさんみたいにね。おい、ナナリ、それってもしかして。私たちは同じ時代に生きてる。だからどこかでまた巡り会えるって信じてるから。だからさよならは言わないよ。また会おうね。約束だよ。おい、ナナリ！行っちまいやがった。いよいよか。ジューダス、お前はどこへ帰るんだ？わからない。もともとジューダスなる男はどの場所、どの時代にも存在しない。時空間の彼方をさまようか、リオン・マグナスとして消滅するか。そんな、それでいいのか、ジューダス。ジューダスとして生きると決めた時から覚悟していたことだ。それにお前たちと出会えた。一度死んだ男が手にするには大きすぎる幸せだ。それが手に入ったんだ。悔いはない。ジューダス。僕が助けるつもりだったが、実際は逆だったかもしれないな。ありがとう。帰る、ロニ。ジューダス。さらばだ。なんだ、俺たちもか。ロニ！じゃ、消えちまう前に言っとくか。スタンさんが亡くなってから、俺はお前を守る盾になることをずっと自分に課してきた。それは俺にとって誇りだったし、喜びだったし、時には重荷に感じられることもあった。けどいつの間にか、お前は盾としての俺を必要としなくなってた。守るべき存在を見つけ、お前自身が盾になった。あの時から
でも俺はリアラを守ってやれなかった。リアラの盾にはなれなかった。いや、お前はリアラを守ったさ。あれが唯一彼女を救う方法だった。そしてそれができるのはお前だけだったんだ。帰る。よく頑張ったな。やっぱお前はすげえよ。俺の自慢のダチだ。俺もロニは自慢の親友さ。ありがとうよ。じゃまたな、カイル。ロニー、ジューダス、ナナリー、ハロルド、ありがとう、みんな。未来はここにある。ここから始まる。俺たち一人一人が自分の力で未来を作り上げていくんだ。それがどんなものかはわからないけど、でも君との絆は決して消えない。英雄って何だろう。俺は最近よくそう考えるんだ。世界を救うのが英雄、みんなを助けるのが英雄。18年前、父さんたちは確かに世界を救ったけど、今この世界が平和で美しいのは英雄がいたからだけじゃきっとない。その答えを俺は探しに行きたい。どこかで何かが、誰かが俺を待っている。そんな予感がするから。た、は、出会い。どうしたカイル、剣先がだんだん下がってきてるぞ。もうバテたのか。くそ、まだまだ。何？あ、やった。おい、大丈夫かカイル。俺の初勝利だね、父さん。あ、そうだ。参った、降参だ。これでまた一歩、お前も英雄に近づいたってわけだな。うん、違うよ。英雄ってのは自分でなろうとするもんじゃないし、なりたいからってなれるもんでもない。そうだろ、父さん。ほう。お、やってるな、カエル。あ、ロニー。ほら、うちの店のパンだ。売れ残りだがな。ありがとう、いつも助かるよ。それにしても随分と増えたような気が。何人でもドーンと来いだ。うん、やっぱり父さんと母さんは英雄だと思うよ。当たり前だ。さあ急がないと食いっぱぐれるぞ。うん、ロニー、今度休みの日にゆっくりと遊びに来てくれ。は、はい。じゃあまたな、カエル。ありがとう、ロニー。じゃあね。
でさ、奥さんがわって声を上げたら小麦粉の袋をひっくり返して頭のてっぺんからつま先まで真っ白け。もうおかしくておかしくて。そりゃガゼルさんらしいや。父さん、母さん、ちょっといいかな。話したいことがあるんだけど。どうしたの？急に改まっちゃって。俺さ、すごく幸せだと思うんだ。父さんや母さん、チビたちに囲まれて毎日楽しく暮らすことができて。で？それを分かっててこんなことを言うのは自分勝手だって思うんだけど、旅がしてみたいんだ俺。広い世界を自分の足で。旅ですって？何言ってんの。あんたにはまだ早すぎるわよ。そんなことないよ。母さんだって俺ぐらいの年にはもう一発のレンズハンターだったんだろ。それに俺には父さんの血だって流れてる。だから心配だっての。とにかくダメったらダメ。もうあんたも黙ってないで何とか言いなさいよ。止めても無駄だよ。実はもう準備だって終わってるんだ。反対されたらこのまま出ていく。帰る？あんた。止めるつもりはないさ。行ってくればいい。ちょっとスタン。父さん。ただし条件がある。その旅の中でたった一つでいい。お前にとってかけがえのないものを見つけてくるんだ。かけがえのないもの？それができるなら俺は黙って見送ろう。わかった。ありがとう父さん。ああバッカみたい。これじゃ私一人嫌な女じゃない。わかったわ。スタンがそう言うなら私も反対はしない。気をつけて行っといで。帰る。ありがとう母さん。父さん、母さん、それにみんな、行ってきます。よう、遅かったじゃねえか。何？なんで？まったく親友の俺に黙って一人で旅に出ようなんて、ほんと薄情なやつだぜ。ごめん。でもどうして？お前の行動なんて何もかもお見通しさ。ガキンチョの時からそうだっただろ。しかしまさかお前に先を越されるとはな。え？スタンさんやルーティーさんに憧れてるのはお前だけじゃないってことさ。さあ行こうぜ相棒。そうだね。確かにロニがいなきゃ始まらないね。お、やっとわかったか。さあ行こうぜ。まだ見ぬ未知の世界へ。うん。旅の中で自分にとってかけがえのないものを探せって父さんが言ってた。それが何なのか今はまだわからないけど、でもきっと見つかる。ロニと一緒なら。この間変わった夢を見たんだ。どこかの木の根元に大きなレンズがあって、その中から女の子が出てくるって話なんだけど、そんなおとぎ話みたいなことあるわけないよね。そんなことあるわけねえ。って待てよ、俺も似たような光景をどっかで見たような気が。どこかで。そういえばこの前さ、父さんがどこかの行商人から変な形の仮面を買ってきて。仮面？うん。それがどうかした？仮面には気をつけた方がいいぞ。あれをかぶってるやつはひねくれ者だからな。みんながみんなそうじゃないだろ。あれはたまたまあいつが。ん？あいつって誰のことだよ。誰だって、今のはもともとロニが言い出した話じゃないか。誰の話だっけ？さあ、
誰の話なの？さあ。いい風が吹いてるな。うん。こういう風が吹いてる時はいい出会いがありそうな気がするぞ。そうかな。お前にもあるかもな。運命の出会いってやつが。運命の出会いか。よし、世界中回るからにはいろんな女の子に目をつけてだな。そこからじっくり自分好みの娘を。って待て待て。ん？一人で何やってんだよロニー。何って、いつもだったらこのタイミングで強烈な原骨が飛んできて。原骨って誰の？ん？そういえば誰のだっけな。そういえばお前、スタンさんと二人っきりで狩りに出かけたことがあるんだろう。ほら、三日間くらい父と息子水いらずとか言ってよ。ああ、そんなこともあったっけ。そん時になんかすげえ奥義でも伝授してもらわなかったのか。なんだ、何にもなかったのかよ。いや、本当は教えてもらう約束だったんだけど、俺たちってほらちょっと朝が弱い方だから、二人とも目が覚めた時にはいつも日が沈みかけてたっていうか。ああ、でも夕方まで寝てても大丈夫な場所は父さんに教えてもらったよ。木の根っことか岩陰とか。お前が受け継いだのはそんな奥義だけかよ。Thank you.
あれ、ここはラグナ遺跡だな。かつては空中都市と呼ばれていた遺跡だが、あらかた調べ尽くされて考古学的な価値はゼロって話だ。どうした？気になるものでもあったか？いや、そうじゃないけど、ここにいるとなんだか不思議な感じがするんだ。不思議な感じ？口じゃうまく言えないよ。ただ誰かが呼んでるような、それもよく知ってるはずの誰かが。おい、気味悪いな。恨みを残して死んだ女がなんてな。ごめんだぜ。そんなに気になるなら行ってこいよ。ここで待っててやるから。うん、そうするよ。ごめんね、ロニー。なぜだろう、ここへ来るのは初めてじゃないような気がする。なんだろう、この胸の痛みは。気のせいかな。ロニが待ってるし、もう帰ろう。Thank you.
Thank you.